はい、今回ゆるキャンのお話をしていこうと思うんですけれども、今回はねキャラクターについてフォーカスしていこうと思います。それが斉藤エナレですね。こちらゆるキャンのねメインキャラクターとはなっているんですけれども、ちょっとまたね違う角度というか、ノクルメンバーだったりとか、もしくはシマリンだったりとか、まあ、そこともまた違うポジションとしているのが斉藤エナなんですけれども、まあ、個人的にもすごい好きなキャラクターでめちゃくちゃ可愛いなと思うんですが、このなんか何とも言えない雰囲気だったりとか、距離感がある部分だったりとか、またゆるキャンにおいてもね欠かせないキャラクターの一人なんで、今回それを解説していこうかなと思います。まあ、斉藤エナがいないとね、やっぱこのノクルメンバーとシマリンだったりとか、シマリンとナデシコっていうのは実はつながることがなかったと思いますし、非常にキーパーソンとなっているんで、まあ、その辺についても触れていこうかなと思います。ぜひ皆さんのこちら斉藤エナに関するご意見だったりとか感想だったりとか、もしはこういうとこいいよねっていうのがあればね、コメントで教えていただけると嬉しいです。いつもたくさんのコメントありがとうございます。動画制作の参考励みになっております。では早速本題に入っていこうと思います。まず斉藤エナっていう名前ですね、ゆるキャンの登場キャラクターとなるんですけれども、まあ、シマリンね主人公の一人なんですけれども、中学時代からの友人となっています。まあ、かなり面倒見がいいんですけれども、常にシマリンとも SNS を通じて休日でも連絡を取り合っていますよね。まあ、アニメでいうところの第1期の第1話の方でも、キャンプに行っていた時にエナとねこう連絡を取りながら、まあ、ちくわを送ってきたりとか、まあ、そういうところでもねかなり付き合いが長い人物ではないかなと思います。まあ、シマリンに関しては今回ね第3期の方で小学校だったり中学校だったり描かれているんですが、この時点は斉藤エナとの接点というのは深く描かれていないんですけども、中学時代からしてもかなり長い付き合いですよね。そして斉藤エナを語る上で欠かせないのがちくわですね。エナが飼っている犬なんですけれども、まあ、ノクルのね野外活動サークルを母体とする秘密結社ブランケットではね、ちくわが相当の地位を与えられていました。まあ、加えてね SNS 上ではねシマリンと共にネットスラングを交えたやり取りをしているところが、またこの斉藤エナの魅力かなと思います。このボケツッコミのところがねバランスが取れていていいですよね。またナデシコとは違う位置のボケというか、そういうところがあるのがまたエナの魅力かなと思います。そして最初触れた通り、このメインキャラクターの中では唯一キャンプに縁のないインドアな人物なんですよね。まあ、第4巻のねクリスマスキャンプですね、アニメでいうところの1期の11話12話ですね、終盤において参加したのを皮切りにノクルメンバーとキャンプに行くようになりました。一応ノクルのね部長である、まあ、大垣千秋から勧誘はされているんですけれども、あえてここは入部していないというところが、まあ、シマリンとねこう同じ立ち位置にあるところがまたいいかなと思います。まあ、現在ねアニメ放送されている第10巻の内容の表紙ので背表紙を飾っている人物でもありますよね。そして今回第3期の方で登場してくる、ちょっとネタバレになるんでご注意いただきたいんですけれども、一応父親が登場してきます。ドラマ版では橋本潤さんが演じられていたんですが、まあ、何よりねこのお父さんだったりとか、今後庭キャンをしていく上で注目するところなんですけれども、アウトドアいい経験になるからといきなりね4万5000円もするシュラフを買ってあげています。まあ、相当金持ちなんではないかなと思うんですけれども、かなり変わっている人物なんですよね。ゆるキャンでいうところの松ぼっくりがこんにちはっていうところの喋るぐらいのトーンでセリフが出ているんですけれども、全く喋らないような無口な父親となっています。クマを出して喋るとか、ちょっとかなり変わった人物なので、なでしこに変わっているという言われるほどのかなりインパクトが強い父親となっています。母親は登場していないんですけれども、お母さんは結構エナっぽい感じなんじゃないかなと勝手に想像しています。ただ休日にはキャンプ中の、ね、エナに対してちくわの写真をね送っていたりとか、まあ、ちゃんと、ね、犬っぽい文章付きで送ってくれるなど、娘に対してはかなり愛情を感じる部分もあります。まあ、この父親ありきのこのエナのねこのパンチの効いた感じはまたいいですよね。なんとなくこう遺伝しているなという感じもあります。まあ、シマリンとの関係なんですけれども、まあ、長髪をいじって奇抜な髪型にしたりとか、斉藤エナが何かににやけているとニヤニヤしていると茶化したりとか、これ実はね第1期の方が同時期に放送されたアニメタイトルとして視聴者からねからかい上手の斉藤さんと言われています。これはもちろん中の人が一緒なんでね、まあ、高橋理恵さんがね中の人を担当していることでからかい上手と言われているところもあったんですよね。これだけこうちょっとからかいながらも厄介な感じが出るキャラクターではあるんですけれども、シマリン自体はかなり信頼していたりとか悪く思っていないというところからも、この信頼関係ができているっていうのも見どころの一つですよね。で最後にちなみになんですけれども、メインキャラクター5人みんな地名以来なんですけれども、実は当初メインキャラクターにする予定がなかったと言われています。そして雑誌の担当の推しキャラになったことで扱いがねメイン級のキャラに昇格したということで、実はねサブキャラだったんですよね。そして斉藤エナのエナの方ですね、こちら岐阜県の地名に由来しているんですけれども、岐阜のね有名な戦国大将斉藤道山ですね、こちらから言われているんではないかなと言われています。そんな感じでサブキャラクターから登場したにもかかわらず、このノクルメンバーシマリに関してもそうですけれども、間を取り持ってくれる存在で、距離感を取りながらも憎めないキャラクターとしてめちゃくちゃ可愛いキャラクターとして登場してくるのがこの斉藤エナという立ち位置となっています。そして最後ね映画ゆるキャンの方でね、まあこの未来の話がされているんですが、一応横浜でトリマーをしています。この映画の方でね一応お父さんも登場してちくわと一緒にねキャンプを楽しんでいる姿があるんですが、
まあ、今後描かれるね大垣千秋の髪を切ったりとかそういうところからもしっかり自分がね得意とする部分が将来につながっているという描き方も良かったなと改めて思いました。はい、今回こちら斉藤エナについて語っていきました。まあ、なんかこうどっぷり浸からないというところが斉藤エナとしてもいいですし、キャンプとしてもね、もちろんちくわ用に買ってあげたねキャンプ道具ってもとんでもない値段だったり金持ちだったりはするんですけれども、誰もそれに対してこう憎めないというか、あのふんわかした雰囲気っていうのはなでしこでも犬子でも大垣でもないシマリンでもない、みんなキャラクターそれぞれが立っている部分で斉藤エナっていうキャラクターが際立っているんじゃないかなと思います。ぜひ皆さんの斉藤エナに関する感想だったりとかこういう魅力があるなどあればコメントで教えてください。今回は以上になります。また見てやってください。さよなら。